夫、カオルと共に、田中千代は、教育者、服飾デザイナー。昭和初期に投資欧米の文化、服飾を学び、日本に近代洋裁教育、服飾デザインの礎を作った。民族衣装の研究、収集家でもあった。東京で、外交官、松井啓次郎と、松井テル子の長女として生まれる。テル子は、鉄道王と言われた、今村聖之助の孫にあたる。 弟に、元中フランス大使の松井明がいる。1923年、双葉高等女学校を卒業する。1924年10月に、地理学者の田中薫と結婚した。1927年、東京、お茶の水の文化学院大学部に入学。アテネフランセにも通い語学の勉強をする。1928年、薫の欧米留学に同行しと、 ロンドン、パリ、ニューヨークに滞在する。東欧中に語学、服飾デザインを学ぶ。1930年、スイスでバウハウスの初代のメンバーであるヨハネス一点から日本女性として初めて教育を受ける。1931年に日本へ帰国。帰国途中の戦場で金が不知石の創始者、武藤山地の妻千世子と知り合う。翌年、田中は 金が淵宝石の顧問となった。1933年、阪急百貨店夫人、服部の初代デザイナーとなる。同年、震災橋金棒のウィンドウでドレスを発表した。1937年兵庫県、向こう織本山村に、田中千代洋裁研究所を開設する。太平洋戦争後の1947年、佐々木営業部内に、田中千代デザインルームを開設した。 翌年には、財団法人、田中千代学園を設立して、理事長、学園長となる。1952年当時の皇后の衣装の相談役となる。1957年東京都渋谷区に、東京田中千代副総学園を開校した。1958年皇太子、秋仁親新能の成婚に際し、皇順皇后、皇太子妃、美智子。 生味や高子内新能の衣装の制作にあたる。1969年には防衛庁の依頼により、婦人自衛官の制服をデザインした。1972年、東京都町田市に、田中千代学園短期大学を開校する。ありがとうございます。